京シティコネクション配信限定特別映像。特別スペシャル。はい、こちらは、今回の TCC 7月の TCC の、はい、配信チケットを買ってくれたみんなへの特別映像になっております。ありがとうということで、ね、ハギーレンからはミカコとバラッチです。そしてウルトラスシファイアからジェペとショウリンです。よろしくお願いします。ということで今日はこの4人でお届けしようと思っておりますが、はい、まあなんでこの4人、うん、この4人というか、まあ、7月、うん、そもそもね、一緒に対バンさせてもらえるということでありがとうございます。こちらこそですけど、はい、まあ、ここはもうなんか今さらなんかかしこまったところでというか、結構もう縁もね、はい、あって、はい、な長い歴の長い4人なんですよね。そうですね、付き合いの長い縁も竹縄ですよね。終わっちゃう。あ、竹縄だと終わっちまうのか。間違えた、はい、名言ね、勃発系キャラっていうことでよろしいですか。はい、はい、大丈夫です大丈夫ですよ、はい、どうぞやっていきましょうか、ね。まあ、今回なんで、はい、まあ、対バン一緒にやることになったか、経緯というか経緯、ね、そういう話をちょっとできればと思うんですけど、はいはいはい、経緯は、まあ僕らは主催なんですけど、はいはい、うん、まあ、なるべくこう関わりがある人とやっぱりそうですよね、思ったわ、うんうんうん、そう、わかる、うん、せっかくだしこうコラボとかもできたらいいなと思うし、うんうん、声かけやすい素敵なグループはいないかなと思った時に、ほう、まあアカペラ出身のメンバーが3人、ね、4人4人います。4人カメちゃんも含めて、いろいろウルトラスシファイアに声をかけさせていただいたわけでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうね、そうだな、アカペラでや出身って言ったらいいのかな、アカペラやってた人でさ、いまだにこうやって頑張ってるんでさ、うん、なかなかね、いないからね、もういないしね、まあ、上下すればいるけど、今同世代でって言うとね、うん、なおさらね、うん、そうだね、そうですね。何年ぐらいの付き合いになるの美香子だと、大学1年、2年2年の時だ。2年か2年、2年で全国大会出てきたんだ。そう、頭角はもうすでに表してる、そんな俺らなんか留年してやっといけたそうそうですよ、僕たちは大学5年生の時に組んだやつで、ジャスティン・ヒハというバンドであれ5年生だったんですか。そう、あれ5年で、あ、そうなんだ。あれよあれよという前になぜか大会を勝ち抜いていき、ね、続いたら優勝してあんなと思わなかったの。すごい、おごった言い方だけど、これ本当に語弊なく言うと、本当に気づいたら優勝してる。本当にそんな感じだよね。かっこいいな。いや、これね、本当ね、だって最初に俺らがやってた曲って君が代だったんだ。しかも代々木公園で、病気公園で俺らが急にね、うん、入り組んだ話になっちゃったからあれだけど、うん、まずそのアカペラをやっていたと、た我々それぞれやっていたと、で、学年で言うとバラさん大先輩、うん、バラさん大先輩、間に我々、うん、で、ミカコがいくつかしたの、ね、あ、そうだね、そうだ、テーマ的にはさ、学生時代のことをやってくださいみたいなことを言われてたけど、はい、うん、その時会ってないからね。そうなの、そうなの、ね、俺たちとミカコは全然学生時代の話共有できるけど、そうそう、バラさんの学生の時の話されたもん、何それみたいな、ちょっとわかんない、ちょっと知らないです、フリーターと学生として会ってたそう、でもバラさんもだからその先輩、偉大なアカペラの先輩としてこう残り続けていって、ね、我々もやってて、おのずと繋がってたんですね。ね、そう、全然ね、バラさんともやったことあるもんね、アカペラ、ね、1回だけあるよね。そう、あ、そうなんだ、営業にね、営業で1回行った。へー、面白い。俺は、ね、ピンチヒッター的に入ったし、1人行けなくなっちゃった。そう、その時にね、バラさんがリードを取って歌ってたの。マジで、バラさんリードを取って歌ってたのよ。なんで珍しい。そう、ピンチヒッターになった人の声が高すぎてね、バラさんがすごい苦しそうに歌ってたでも、うまいやつのうまいやつのピンチヒッターだったんだ。ないのっていう、バラさんどっちかっていうとボイパとかさ、どっちかっていうとコーラスとかさ、うん、そっちの方がさ、どういうものね、あったよね。そんなこともあったんですね。ありましたよ、まあ、難しい、誰視点で語るかによって全然景色が違うから、景色が違う、学生の時の話が難しい、うん、またその話をちょっと後でやるとして、今回はせっかくこうやって、はい、その縁もある人たち同士で集まれるということなので、はい、ちょっとね、はい、コラボをしちゃおうかという話が出ております。やっちゃう、イエーイ、コラボね。そう、7月度の TCC は来てくれたみんなに、その日ならではのスペシャルパフォーマンスをお届けする予定です。です。どう、何やるんだろう、何やるんだろう、アカペラかな、何やるんだろう、アカペラかな、やっぱアカペラ出身だからアカペラかな、いや、わかんないよ、わかんないよ、だってアカペラって言われたらうちのバンドメンバーどうなっちゃうの、ね、
え、でも俺らもアカペラでやってる。いや、でもあれもう騙し騙しだから動機だから実は全部動機だった。動機って言ってわかる。あ、オケみたいな感じで流してる。 CD で流してる。 CD で流してる。にしては言ったのに口パクでやった。オケで素を流してる。そう、オケで素を流してる。まあ楽しみですね、コラボ。よろしくお願いします。やりますのでね、よろしくお願いします。えー、 A B C D初対面にまず最初土下座されるっていう。名古屋にあった。